速報です。重視分解で強制フォローが突如発生、完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。重視分解に近づかないようお願いします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？重視分解、確か他のニュースで。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。よし、あとは待つだけ。まだ攻める。いや、今の火力じゃ無理だな。撤退だ。どう？聞こえるからニコ。イアスを頼んだよ。オーケー。さあ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。さて、始めようか。うん。戻ってきたのかい？そうじゃなくて追い出されたの。 HDD がホロー内部とつながらない。すぐ緊急調整だ。うん。ああ、ダメ。一通りやったけどやっぱつながらないや。おかしい。本来なら HDD の技術はホローの活性に左右されないのに。一番の気がかりはニコたちだ。 HDD 以外にホロー内部との通信手段はプロ騎士もキャロットもないし、いくらエーテル適応体質でも長くいたら侵食が。残る手段はただ一つ、再起動。ほらよく言うじゃん、電源を落とせばどんな不具合だって。強制終了したはずなのにどうして画面がついているんだ、リン。もしかすると原因は外から永遠に気づかないと思っていたぞ、あえと。そうか、そうだったのか。最初からそのつもりで私を欺くためにパエトーンの身分まで捨てたのか。うんうん、外れ。パエトーンの身分じゃなくてアカウントを捨てただけ。今に見てろ、後悔させてやる。やったね、大成功。これで HDD の権限を取り返した。お兄ちゃんお疲れ様。うん、君もね。さっきの迫真の演技だったよね。びっくりしたよ、暗証番号を教えるだなんて。反応できたからいいものの。大丈夫、信じてたよパエトーン。よし、再接続。ニコたちを助けに行こっか。見つけた。今日はついてるぜ。あ、私の金庫。今日はついてるぞ、私の金庫。驚かないでよ。フェアリーいるかい？呼んできた。お兄ちゃんこれ。続いてのニュースです。システムを起動。3型標準式修正汎用人工知能フェアリーです。こんにちはマスター。フェアリー、あとはよろしくね。ポンプと接続中、視覚データを取得します。取得完了、再生します。お、画面に出たね。どれどれ。あ、うん、ニコと出会った日のだ。下から来るのか。ん？やな音だ。危ないよ。大丈夫？何もねえな。あのデカブツはここに？でかいのはいないわね。チビばっか、身を潜めてるはず。え、雑魚たちが逃げてく。来るわ。デカブツね BGM。 ああ、映画なら悪役の BGM が安心しろアンビー、俺はスターライトナイトに必勝法を教わった。悪役相手にルールは無用、開幕必殺キックだ。10秒で倒せば BGM が流れる隙なんてねえ。後ろ俺の予想を読まれた。おバカ、エンドロールが流れるとこだったじゃない。さてはスターライトナイトのファンだな。化け物、サプライズよ。なんとかしなさいよ。やり直します。秒3に1ゼロ。